タカさんが初めてテレビ出たのはフジテレビじゃない。いや俺はもう初めてのテレビというのはね、出たとか出ないじゃなくてね、うん、これが、1年間それでね出入り禁止になったのがあるんですよ。豊島園プールでね、ちびっこ集まれ海賊船って番組だったの、それでまだ放映の前で、収録だから、おいらが俺と2ビートでアシスタント、ね、キューさんとね、うん、で僕らのコーナーがあって、さあちびっこカラオケ大会っていうあったの、カラオケ大会で、プールサイドにカラオケ作って、ただガキに歌わせるだけなんで、さあ坊ちゃんどっから来たんしって大きなお世話だったけど、でもお前笑顔がこなれてる、いや、ね、なかなか元気ないぼっちゃんですねなんて、何言ってらっしゃって、うぜえなってこう言ったら、何でこれのバーンってなったらさ、ここから血吹いちゃって、それで1年間それでなし、すぐそのままディレクターが来て帰れってやってさ、これで終わり、なぐって1年間なしって、それでなんでこう今返事したんやん。いや、まあ、今度は半年だったけどね。自慢してる場合や。